おはようございます港放送局です過去問を特問のーー建築物環境衛生管理技術者試験直前対策1ネズミ昆虫等の防除よりか問題166よ過去の問題文面からですね以下の 6種類の蚊を表にまとめました。蚊の種類、生息場所や発生場所、吸血その他特徴を抜粋しています。この表はまたリンクを貼り付けておきますのでご一読できいただければと思います。では、えー、思いき でえ直前、まあ、1日前とか当日に見てもらう文を作りましたのでご活用いただければと思いますえ小型赤カイエカ発生は水田ともう決め打ちでいいですで北海道に生息は少ない、まあ、北海道にはいないと 小型赤いエカは北海道にはいないというふうに覚えておいてください。その他として、これは問題166では出てこないんですが、感染症の方で問題出てくるんですが、日本農園小型赤いエカイコール日本農園とも丸を覚えしておいてください。小型赤いエカが媒介し、日本農園ウイルスによって起こるウイルス感染症と。 いうことで、以上小型海藻の特徴抜粋です。続けてヒソスジシマこちらは発生は薄い膜です。薄い膜の前に住宅街やら公園やら道路や公共施設とかまあいろんなの文字でごまかそうとしてるんですが、まあ、薄い膜を覚えておいてください。 で生息なんですが南西諸島か東北地方、まあ、北海道ないのかとさっきの小型赤カエイカと覚えるの混乱するかもしれないんですが、まあ、温暖化で気体分布を広げているので、まあ、北海道に生息しないのは先ほどの小型赤カエイカの決め打ちでいいと思います。でまあ吸血は当然人に、えー、します。 続けて赤いエカですね。まあ、こちらは生息は九州から北海道まで広く分布して下水耕や薄いますと。で、吸血は人ばっかりじゃなく鳥もすると。で、その他の特徴として、まあ、越冬は成虫でできるということになります。あと、えー、確年でよく出るのが、 地いエカのおす成虫と外部形態が似ていると区別が困難ですよということを覚えておいてください続けて下いエカ地下、まあ、っていうイメージで覚えていただくと浄化層や湧水層閉鎖された空間一年中発生、まあ、九州から北海道まで広く分布しますよと まあ、地下、まあ、そのイメージで、まあ、狭い空間で交尾が可能。で、先ほど赤いエカのところでありましたが、まあ、オスの成虫と外部形態が似ている、まあ、区別が困難となります。で、あと、地下エカの最もの、えー、一番の特徴ですね、うかご最初の産卵を無吸血で行いますよと。 その他、蚊の生態として、えー、蚊全体として産卵には吸血が必須と聞かれたら必須ではない蚊もいますよという問いにも注意しておいてください。で、最近出てきているシナハマダラ科。生息は九州から北海道まで広く分布、水田や湿地帯に発生ということで、 えー、その他の蚊とは特に特徴がないので、まあ、文面にごま,かせごまかされないようにしておいてください。以上簡単ですが、まあ、本当の直前ですね、えー、覚えていただくのに本ビデオを参照していただければと思います。